ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。ハサミは100円ショップで買えますが、前傾層や茂った場所をカットするときに大変です。そこで思い切ってあのメーカーの高級ハサミを購入したので紹介させてください。果たして使いこなせるのか。僕が買ったハサミはこちら、ADA から発売されております、プロシザーズウェーブ。まずは仕様とスペックを語らせてください。全長20センチで価格は1万円でした。特徴としては背の低い前傾層、またガラス面や水槽の角などの細かい部分のトリミングに適したハサミです。昔成長の早いグロストスティグマは長期維持が難しいと言われていました。その要因の一つに背の低い水草をうまくトリミングできるハサミがないからでした。そこで水草レイアウトを上手に維持するためにこの S 字状のうねりのある形が誕生しました。水槽コーナーなどの切りにくいところや小型水槽では角度を起こして細かな場所、大型水槽では角度を寝かし広い面積がトリミングできる前傾トリミングの万能タイプです。使用方法としては ADA のステンレス製品は出荷時にはオイルによって保護されています。ご使用になる前に洗浄とクリーニングを行ってください。使用後のハサミは柔らかいので水分を拭き取り、よく乾かしてから保管してください。最後に注意点としては、本品は水草のトリミングを目的に開発された商品です。正しい方法で使用してください。また刃先など鋭利な部分がありますので取り扱いには十分注意してください。そしてステンレス商品は熱伝導率が非常に高いので、ストーブやコンロなど熱源の近くに置くと加熱し火傷の原因となる恐れがあります。熱源の近くには置かないでくださいとのことです。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。 ADA ネイチャーアクアリウム、プロシザーズウェーブ ADA、 そして中央にはハサミがあります。かっこいいね。裏面でございます。特徴としては刃と柄をカーブさせた下草のトリミングに便利なハサミです。小型水槽は狭い面積のトリミングでは刃の角度を起こして細かなトリミング、大型水槽や広い面積のトリミングでは刃の角度を寝かして広い面積のトリミングと下草のトリミングに幅広く対応します。安全上の注意ってことで、本品は水草のトリミングを目的に開発された製品です。正しい方法で使用してください。刃先は鋭利なので注意が必要です。ステンレス製品なので熱伝導率が非常に高いです。ご使用になる前にってことで、 ADA のステン製品は出荷時にはオイルによって保護されています。ご使用になる前に精製水を使って洗ってくださいと書いてます。でもね、これは用意するのが大変なので水道水でいいと思います。 ADA は水道水を使うとステンレスに黄褐色のシミを作る原因となりますって書いてるので、それが嫌な方は純水を使えばいいと思います。私は別にシミができてもね問題ないので水道水で洗おうと思ってます。もちろん研磨剤や金属製のブラシなどを使うと傷がつきます。使用後および保管する際にってことで、使用後のハサミは柔らかい布で水分を拭き取り、よく乾かしてから保管してください。ハサミの接点の部分には特に水分が残りやすく、そのまま放置すると錆や腐食の原因となるので水分をよく拭き取ってください。長期間保管する場合はまずきれいにクリーニングを行い、水分をよく乾かしてから保管してください。ビニール袋などに入れて保管する場合は必ず中に水分や湿気がないことを確認してくださいとのこと。その説明が下で英語で書いてます。こちらは ADA から出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオ ADA プロシザーズウェーブオープン。おー、輝いてるね。先に洗ってきます。はい、洗ってきました。オイルが付着してるってことだったんで、まずは洗いました。見てください、これすごい輝いてるよね。高級感半端ないです。手のひらと合わせるとこんな感じ。ちょうどいいサイズだと思います。持ち手は2つ穴が開いていて、指を通すことはできます。見づらいですが、中央に ADA というロゴが載ってます。ハサミは S 字にカーブしてます。厚さは薄いです。硬さどうかな。おお、あ、なるほど。ここね、チョキチョキチョキっていう感じでね、ちゃんと切ってる感覚が伝わります。あとね、結構固めかな。ここはね簡単なんですよ。ここは簡単なんだけど、切るときね、ここガチャってこう、ここ切るときは少し硬いので切った感覚が手に伝わると思います。普通の100円ショップのハサミと感覚違うわ。ここまで伸びます。重さのデータがなかったので測ってみます。 57.7g です。そこまで重くないです。でもね、軽すぎないのでしっかり持ってる感覚はあります。普通の100円ショップのハサミ、これは 39.7g なので、普通の100均のハサミより気持ちちょっと重たいです。今気づいたんですけど、持ち手の内側にもアクアデザイン天野っていうロゴが載ってます。おしゃれだね。検証する前に比較したいと思います。左側が日装のトリミングハサミ、右側が ADA のプロシザーズウェーブでございます。日装が初めて買ったアクアリウム専用のハサミなんですけど、このハサミは刃あたりが短いので前傾層のトリミングが大変でした。当時は前傾層が茂っていなかったんで問題なかったんですけど、今回は茂っているので ADA のハサミを買いました。長さは日装の方が長いです。横の方が分かりやすいかな。横にした方が分かりやすいんで、日装の方が少し長いです。そして ADA は S 字にカーブしてて、日装はストレートです。
日装の刃渡りはだいたい4センチぐらい、 AD はだいたい7センチぐらいあります。だからこちらの方が多分前傾層をカットしやすいです。硬さはね、日装はすごい軽いです。一方 AD はチョキチョキカットする感覚が伝わります。そして切るときにね、音が鳴ります。こんな感じでね、日装はねないんですよね、音が。ただ日装はね、カーブしてこう柄が長いんで、こうできないことはないです。もう太いね、ぶっとい茎は取れるんですけど、こう茂ってる前傾層、こう何回もこうカチ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 しないといけなくてね、すごい大変なんですよ。でもこれならばこうね、このようにこう一気にねカットできるんで、こっちの方が楽だと思います。垂直にしてコーナー部分とかね切れそうです。穴は日装の方が少し大きいです。日装は内側にゴムがあるので滑りにくいと思います。 ADA はないね、もしかしたら滑るかもしれない。輝き具合を見ると ADA の方がすごい光ってます。日装はあまり光ってないね、ロングレアっていうか非光沢ではないんですけど、輝きは ADA の方が輝いてます。日装1年間使ったんですけど、ちゃんと拭けばサビはついていません。1300円で安いハサミでしたけど、とても扱いやすかったです。下に100円ショップのハサミを置きました。これはね、穴が結構でかいです。まあこれもいろんなのあるからね、タイプによって異なると思うんですけど、刃渡りは 8.5 センチあります。これが一番あるので切りやすいやないかいと思うかもしれませんが、ものすごい広いところはいいんですよ、効率がいいんだけど、例えば細かいところ、前傾層があってね、中傾層があったりすると、これがねほんと切りにくいんですよ。特に角とかね、こう手とかもうここをこういう風に手入れないといけないから、ここに水草があったら、あの水草にね手が干渉してストレスを与えてしまうので、これならばねここに手がないんですよね。手が上にあってこう切れるから、他の水草にこう手を当てずに切ることができる。特に密集してるところもね、とても切りやすいと思います。U字なんで。はい、水草水槽でございます。トリミングしやすいように、すでに水を少し減らしています。今回は前傾層の中央部分とコーナーをカットしていきたいと思います。しかしながら、この後傾層がすごく伸びているので、こっちをカットした後に前傾層をカットしようと思います。茂ってて見にくいんですけど、水面に到達してるピンナティビラを切りたいと思います。まあこれはね、100円ショップのハサミでも切れるんですけど、これをね先に切らないと前傾層を巻き込んで大変なことになるんですよ。網ですくう時の作業、一回それでひどい目になってんでね、これを切ります。正直な感想を言うと、日装の方がね切りやすかったです。切る時にね若干こう抵抗があるんですよ。ジョギンって切るんだけど、太い茎は多分これよりも日装の方が切りやすいわ。この状態で前傾層やっています。まずはこちらの中央部分の前傾層を日装のハサミで切りたいと思います。切れないことはないんですよね。ただこの刃渡りをね、うわーってこう何回もやらないといけないので、中央部分はやりやすいんですが、まああんま切るとこねえな切るとこね、ここの厚みをな、ここを薄くしたいんですけど、まあこんな感じでね、ちょっと時間かかるということでございます。では ADA です。なるほど、こういう感じね。やっぱり切ってる感じはあるわ。結構深い部分まで。あんまり切っちゃうとね。あ、切れてる切れてる。今までできなかったこちらのコーナー部分やっています。おお、いけるいける。右手でもできるか。CO2 ストーンが邪魔くせえな。まあこれはこれはね、私の問題ですけど、このね CO2 ストーンのね下に伸びるんですよね。あ、ここ切れるわ確かに。今こんな感じで切ってます。こう縦にしたり横にしたりできるんで。左手にチェンジ。エアストーンの後ろの伸びたグロスを切ってみます。あ、切れる切れる。この対象物が多くて、かつね不器用で初めてね、私このハサミ使ってるんですけど、その人でも切れる。ここがさ、いっつも切れないんですよ。
あと刃渡りがねちょうどいいわ。さあこいつ、これが切りたいんだ。おー、切れた切れた、いいね。もう切れた切れた。やっぱりね、この切ってる感覚が指に伝わるからいいわ。こうチョキチョキっていう感覚が伝わるんで。あ、いいわ、この辺がすっきりした。続きまして、中央から左角の前傾層を切ってみたいと思います。ここね、ランナーが伸びてる草があるので、ここをうまくかわしながら切りたいと思います。ここはね、ニューラージです。この葉っぱの裏のここのがね、ここがね大変なんですよ。お、切れる切れる、いいね。ここ伸び放題だったからね。そうそう、ここね、こんな感じで水草がたくさんあると、あの日装のハサミだって難しかったんですが、これだっていけるわ。なんかね、画用紙を、厚紙をハサミで切ってる感じがします。本当に毎回茎が細い水草って切った感覚が伝わりにくいんですけど、これは伝わるね。ハサミがこう、そういう構造なんで。なるほどね。今カット終わったんですけど、前傾層の欠点としては、こう水面に前傾層を浮くんだよね。だからこれを網ですくう手間は少しあります。もうこれがね、時間かかるんですよ。これ放置しとくとフィルター詰まるんで、これを頑張ってすくいます。余談ですが、今 GH1 の水で水草育成してるんですけど、こんな感じで黒ひげ苔が生えます。ただね、これ試しによくあるドラッグストアで売ってる安い歯ブラシでこすってみたんですけど、意外と取れます。こんな感じで、わかるかな、何回かこうあんま力入れないです。何回か擦るだけで。こいつがちょっと強いな、こいつがちょっと強いぞ。ここの黒ひげも、はい、こんな感じですぐ取れます。これがね、例えば GH が高いと結構きついと思うんですけど、 GH が低いとね、安い歯ブラシでも取れるので、やっぱり高度を低くして買うっていうのが重要だなってことは気づきました。ただね、これ何回もこう生えるんですよ。1週間に1回ぐらいもうすぐ黒ひげが生えるんで、 ADA から出てる硬いブラシがあるんですけど、あれはね、あの流木のこの皮を剥ぐんですよ。あれだとこう生えにくくなるかなっていう感じはあります。今この安いブラシでもね、一応取ることはできるので、もし困ってる方は一度こちらのね、ドラッグストアの歯ブラシ使ってみたらいかがでしょうか。何でもいいと思います。ソフトタイプでも柔いタイプでもね。はい、トリミング完了しました。右角はこんな感じです。今までここがすごく伸び放題だったんですよ。でもあのハサミを使うことでしっかり切ることができました。特にこの水流発生させるやつとか CO2 ストーンがあっても、ちゃんとね、刃先が届くんですよ。だから対象物が多くても全く問題なかったです。あとはこんな感じで全体的に平らに切れました。これもやっぱり刃先が長いので、均等にね、平らに切ることも簡単です。そしてこのエアストの近くも結構伸びたんですよ。で、あの日装のやつだと切れなかったんで放置してたんですけど、あれだとね、ちゃんと切れました。そして流木と水草が植えられてるここの付近、ここも伸び放題だったんですけど、切れます。左角はこんな感じです。
ここも水草がたくさんあったんですけど、ちゃんと切ることはできました。ただこんな感じで太い茎は切るのが大変だったので、それは別の ADA のハサミか日装のハサミがいいと思います。あくまで細い茎とか前傾層に向いてると思います。ロタラを切るときも切りやすいと思います。ということで今後はこのハサミを使って前傾層をトリミングしたいと思います。うまく茂ればいいな。うぶきデトラ。はい、ということで無事トリミングできてよかったです。狭い空間も問題なくカットでき、切ってる感覚が指に伝わるのでとてもやりやすかったです。また S 字にカーブしているので他の水草に手が当たらず、密集してる部分も問題なくカットできました。価格は高いですが、トリミングの効率が飛躍的に上がったのでとても気に入りました。今日もご視聴ありがとうございました。このふぶきてたらチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、 ADA プロシザーズウェーブの開放及び比較と検証でした。ありがとうございました。バイッ。